5番バルバラ・フーザルポリマウリツィオ・マルガリオ組イタリア。グランプリシリーズのポイントナンバーワン、昨日のオリジナルダンスでもトップに立ちました。今シーズンはアメリカ、ドイツ、ロシアすべて優勝、今シーズンはまだ負けていないヨーロッパチャンピオンです。ロード・オブ・ザ・ダンス、フットワークとスピードを見てほしいと話しています。対角線のステップ、サーキュラーのステップ、序盤のステップ、この2人どうご覧になりました？そうですね、ステップも確かに綺麗なんですけれども、男性と女性のポジションの入れ替えが非常に激しいんですけれども、そのポジション入れ替えた時にブレないですね、非常に正確な位置に入ってきてます。取ります。さあ、ここから速いステップワーク、本人たちが売りにしている部分です。表情豊かなフーザルポリの笑顔があります。イタリアのフーザルポリ・マルガリオ、プログラムの構成がですね、前半はその2人のポジションの入れ替えで技術の正確さをアピールして、で中盤はそのエッジの傾き方のその深さ、カーブの深さでですね、それをアピールして、でその最後の終盤はですね、
そのスピード、それからステップの速さですね、そういったものでアピールしてというその違う側面を3つちゃんと構成の中に入れてきたという非常にいいプログラムだったと思います。とにかく今シーズンはアメリカ、ドイツ、ロシアすべてに優勝。まあ、このステップもですね、体のポジションを男性と女性が左右入れ替えながら、さらに2人とも同時にステップを踏んでるんですね。まあ、こうしますと結局そのタイミングが非常にずれやすくなりますが、それが合ってるということがすごくアピールポイントになります。去年の世界選手権も2位まで来ました。残るはもう世界のトップというイタリアのフーザルポリ・マルガリオ。まずはテクニカルメリット、技術的な得点ですが、赤い得点です。 5.86 人、1人 5.7。やはり高いですね。やはりね、技術の、ね、側面をね、プログラムの中で全ていろんな形で見せたっていうのが評価されていますね。あ、出ました、6点満点。これは素晴らしい。イタリアとイスラエルのジャッジが6点満点を出しました。トップです。これで1位と2位が対戦するスーパーファイナル進出が決まりました。イタリア、フーザルポリ・マルガリオ。